塩天のべ公塩天のべ公は、日本の陸軍軍人、政治家、ユダヤ陰謀論を唱え、潮賢者の議定書の翻訳などを行った。最終階級は、陸軍中将、衆議院議員、旧姓、西村、前橋藩士、西村茂平の弟として生まれ、川越藩士、塩天生、明の養子氏となる。1899年11月。 陸軍士官学校を卒業し、翌年6月、公平将尉に任官し、この江公平代替付となる、新国中東公平中退付などを経て、日露戦争に出生。この江公平代替中隊長、大本営運輸通信長幹部副官、陸士教官、この江公平代替付などを歴任し、1909年12月、陸軍大学校を卒業した。 関東都督府陸軍参謀、公平第七大隊付、陸軍方向学校教官、フランス軍従軍などを経て、1920年1月、シベリア出兵に際しウラジオ派遣軍司令部付として、出征し、さらに、関東軍司令部付となり、ハルピン特務機関長を務めた。1922年4月、陸軍航空学校教官となり、以後、同化室分校長、 陸軍省軍務局航空課長などの航空畑の役職を歴任し、1924年8月、陸軍省省に進級した。陸軍兵器本省付、国際連盟陸軍代表、天道空軍代表、法余要塞司令官、第16師団、第3師団の各司令部付などを経て、1929年8月、陸軍中将に昇進し、予備役に編入された。 以後、帝国飛行協会選無理事、第二本海峡協会会長などを歴任した。1942年の翌3選挙では、東京国から推薦候補として出馬し、小玉義雄などを破って、全国最高点で当選。1944年1月、第84回帝国議会で、 陸士同期の東条内閣内務大臣安藤喜三郎に対してユダヤ人に関しての質問を行ったところ安藤大臣から日本国は太古から人種差別国家であってユダヤ人差別にも反対しないとの答弁を引き出している終戦後1945年12月永久戦犯容疑で逮捕され同年12月6日に衆議院議員を辞職し 1947年に釈放された。この間に公職追放となった。他に国本社理事、日本繁栄奈や協会会長なども務め、公選会員でもあった。1962年8月8日午前3時ごろ、東京都の日本赤十字社中央病院にて老衰により死去した。ありがとうございます。